はい、皆さんこんにちは。こんばんは。村長スタジオです。え今日は村長さん、生声そうなんだよ。みんなね、貴重な人もいてて、村長の生声をたまには聞きたいっていうような、そんな方もいてくれるので、今日は生声で登場するんだよ。へえびっくりしちゃった。うん、そうだろう。うこういうことはもう二度とないかなと思ってたんだけれども、み、まあ、皆さんの変な期待に、 対応したということなんだよそれも面白いねうん、まあ今日はそんな感じでやってみよう今日はどんなお話をするのですか今日はスタジオワンのミキシングコンソールについてお話ししたいと思いますミキシングコンソールっていうのは画面の下の方にあるいわゆるミキサーのことですこのミキサーで説明することなんてそんなにあるんですかいっぱいあるよだから いっぱい過ぎたらダメだから初心者の方にとって必要なところだけお話をしたいと思いますまずこのコンソールの出し方ですねもう皆さんは分かってると思いますよねゆかりさんはどうですかはいそれは分かりますファンクションキーの3番を押せばいいのですよねそうですこれを押すと出たり消えたりしますそしてその他にも 画面の右下ですね。ここで「ミックス」というタブがありますのでこれを押すとこのように出たり消えたりしますもちろん上のメニューからこうやって「コンソール」というのを出すこともできますでも一番いいのはファンクションキーの3番ですねじゃあそれが分かったとしてお話をしていきたいと思いますまずとっても重要なことを言います 初めて使われる方はこのような状態だと思うんですね。もう少しミキサーがこういうふうに低いかもわかりません。でも、もっと大事なことは、この工具マークのところを押して、入力コントロールというのを出しておくことです。上にこのようなエリアができるのですね。どうしてこれは重要なのかわかりますかうーん、なんとなく。 これは最近よく言ってるゲインステージングの時にとっても重要ですここでゲインを整えるのです僕の解説動画ではその他のところもお話ししたりしていますそれはどういうことかというとオーディオのトラックの場合この2段目ですねこういう時はこのオーディオトラックを少し大きくしましたらこれを選択しましたら真ん中あたりに 白いポイントができますのでこのポイントを上げたり下げたりすることによってこのようにオーディオの波形を変えれますこれで波形を大きくしたりしてゲインを調整するということですインストゥルメントの場合はどうでしょうか以前の解説ではインストゥルメントをこのように出してそしてマスタートラックですねここで音の大きさを変えるということです もちろんこのやり方でもいいんですがそれでは一つ一つやり方が違うので皆さんもできましたらここで先ほど言いましたように入力コントロールというこのチェックを入れてこれを必ず出してくださいそうするとここでゲインの調整ができますちょっとやってみましょうまずオーディオの方です 次は、インストゥルメントの方です。わかりましたでしょうかでも村長さん、いつもの VU メーターが出てないですよ。そうですね。本来は VU メーターを入れるべきです。VU メーターはどこのメーカーのものでもいいと思います。 でもスタジオワンユーダーの方は純正の VU メーターを出しておくのもいいでしょう VU メーターはこのようにしてインサートしますはいでもこの VU メーターは中に収めることもできますここでワンクリックだけするとこのようにメーターが出てきますそうすればこちらはモノラル表示ですけれども、まあ、基本的にはこれで十分ですので これでメーターを見るのもいいでしょう。ちょっと VU を見てみますね。案外 VU の振りが小さいですね。皆さんの解説にわかりやすくするために大きくして表示します。あ、私見つけちゃった。そうですね。いいところに気がつきましたね。皆さんは気がつきましたでしょうか。 あまりにもメーターの振りが小さかったこと。それはここのスケールが初期値のままになっていたからです。このスケールを18に合わすことが大事です。じゃあそれでは一度ピアノのゲイを測ってみましょう。はい。 ちょうどいいですねデロあたりをまたぐように動いていますのでこれでゲインは合っているということになります今デロを超えない程度に合わせていますこれでは小さすぎますよねこの下のメーターを見てください 平均してマイナス1 2ベルに届いていませんですからロを全くぐ,ぐらいに合わすのがいいでしょうはいこういうふうにして原因は合わせてくださいねこれが 入力コントロールについてのお話ですそしてちょっと皆さんが見落としやすいところですけれどもこのフェイダーの上に小さな青い点灯するランプがあります今このトラックとこのトラックには青い線が1本ずつ入っていますこれは何がしかのインサートを入れてあるということなんですそんなところに小さな表示があったんだうん そうだよ。だからこれをちゃんと見ていれば、インサートの状態がわかるんだよ。それで、例えばリバーブをかけたとします。ここに今リバーブが入っています。こんな感じにですね。このリバーブをかけるときは、センドをこのようにしてリバーブを選択します。このようにすると、ここに線が2つ入りましたね。これはセンドエフェクトも入っているということです。 わかりました。そして次は皆さんほとんどの人は分かっていますがここはパンです。パンというのは左右にどのぐらいのところに定位するかということです。ということです。そしてもちろんこれが基本的なボリュームです。ボリュームやパンそしてほとんどのスタジオワンの機能ではコントロールキーを押しながら。 そこをクリックすると、デフォルトでしたね。はい、このようにですね。一気に初期値に戻りますので、このようにして使ってください。微妙にこんなの合わせてると大変ですね。そして、今度は微妙に合わせたいときは、シフトキーを押しながら動かすと、ちょっとずつちょっとずつ、ここの数字を見ていてくれたらわかります。 これで微妙なところをコントロールできるわけです。もちろんパンも一緒です。このように一パーセントずつ動くことになるんだ。画面の中央にあるのはミュートやソロ。そしてその下には録音のボタン。そしてここはモニターボタン。いわゆるトラックのところにある。 ボタンと同じですね。これをしっかり覚えておいてくださいそして次は初心者の方があまり知らないお話をしますそれはメーターのところですね黒い部分ですここを右クリックするとこのようなメニューが出てきますこれはピークの RMS 標準はこのようになっていますがピークのメーターそして RMS の長さ、いわゆる平均の長さです。そしてピークのホールドを表示するということです。ピークのホールドというのは一番高く上がったところを何秒残すかというふうにここで設定ができます。一番長い2秒間にしておきます。これで一度ピアノを鳴らしてみます。 小さな青い横棒のことです。もう一度やりますね。メーターの先っぽあたりに青い線が小さくつきますのでよく見ててください。はい、このようにしてマックスの音量がよくわかるようになっています。 続きましてインストというこの左のボタンを解説しますこのインストというのは入っているインストゥルメントを表示できますそしてそれらに対してのアウトプットをこのように展開することができますそしてここでチェックを入れていくとこのコンソールが増えていきますこのグレーのところの部分ですね そしてパラアウトといってドラムで言えばよくわかるんですけれどもスネア、ハイハットとかそういうのを別々で出力するときにこれは使いますでもまだパラアウトというところまで行っていない人はまあこのことはまたもう少し勉強してからにいたしましょうそしてここで出てるけれども隠したいというようなときはここでチャンネルの表示をいろいろ変えれます これを消すとそれが出ません。ここを出して、そしてもういらなくなった分はこのように消すことができます。画面の下にこういうボタンもあります。今一番上がインストゥルメントトラックで、その後はオーディオトラックですね。これが乱雑になってくると、インストゥルメントだけを見たいとかいうことが出てきます。そういう時は、 ここでオーディオトラックを消したりすることができます。またその逆でオーディオトラックだけを出すこともできます。こういうことですね。こういうことが可能になります。ただしこれを動かすとここで消していたところも表示が変わってしまいます。その辺のところも気をつけてないとね。今僕が欲しかったのは実際は これだけです。ここの表示と画面の左端の表示との連携の動きのことを考慮に入れてくださいそして今たくさん出てきたパラアウトも全て消しますそして次に解説するのはスタジオワンのバージョン5になってから出てきた機能ですシーンという機能でして例えば こういういいにミキシングを整えていってったとします。でももうちょっと変えた方がいいかなと思う時にこうやって変えてしまったら再現するのが難しくなります。コントロール Z とかで何回かは元に戻すことができますがそれはとっても非効率ですのでこのように自分がミキシングの A パターンを作ったとしましたら このシーンのところでプラスのマークを押してこれを記憶させましょうまあシーン1そのままでもいいですので OK を押しますとここにシーン1というのが出てきますそしてそこからまたパターン B というかもう少し自分がこうやった方がいいかなと思うようなミキシングにしてみますそしてこれをシーン2とします 交差しておけば、ここでこの行をダブルクリックするとすぐに戻ります。はい、このようにして、自分の作ったミキシングパターンを保存できるのですね。そして、このシーンというのは呼び出しオプションというところがありまして、ここは初心者の方は一応全部チェックしておくのがいいと思います。 この下の3つはもう何も触れないでいいと思います例えばこのようにイコライダーとか入っているプラグインのパラメータを変えたとしますそしてこれをシーン3にしますそうしたら入れたインサートのパラメータも戻ってくれることになりますシーン2をダブルクリックしますので このパラメーターのところをよくく見ててください。はい、はこのように全てのインサートしたプラグインとかのパラメーターも記憶してくれるということになりますのでこれはとっても重宝です最近ライブハウスなどでもデジタルミキサーというのを使ってオペレートしているミキサーさんがおられますがそういう人には必須です A のバンド B のバンド C のバンドということでミキサーを合わしていった時に今までは紙に変えたり iPhone とかで写真を撮ったりして大体のところに戻していたんですがこのようにシーンをいつでも変えることができるようになりますのでこれは音響の現場とかから出てきたアイデアですそして今日の最後にはプラグインのコピーのやり方を言います ここに入れた VU メーターですね。これを他のトラックにも入れたいような時は、こういうやり方ができます。一つ一つこのように入れていくのもいいんですが、これでは20チャンネルもあったとしたらとっても時間がかかりますよね。こういう時は、これから入れたいところをシフトを押しながら、このように選択をしておくとします。そして、 これを一つのところにコピーする。それだけで。このように4つ同時に入るということなんだ。そしてちょっとこれをあげます。ここには先ほどのチャンネルストリップがこのように入っています。そういうのも一気にコピーしたい時がありますよね。そういう場合はこの。 空白ののとところで右ククリッをををしましままて、チャンネル設定をコピーというのを選びます。もしくはここにもありますように普通のコピーコントロール C のボタンを押しますコントロール C そして新しいトラックのところにコントロール V するとこのようにメーターもチャンネルも全てコピーできますまあここにするのもおかしいでしょうが ここでもやってみますはいこのようにですねですからインサートしたエフェクトのコピーなどはこのようにしてコピーすると効率がいいですねミックスコンソールには普通のこういうチャンネルだけじゃなくバスチャンネルこういうのもあってバスを作ってまとめることができます 例えばこのバスは今バス1という名前がついていますですから今ここにあるメインとなっているここの部分をこのようにしてバス1にします今2つが同時に選択されていますので一気にこの2つがバス1に流れます流れとしてはこの2つのトラックがこのバスを通過してそれが ここにも設定してますようにメインというのに流れて音が聞けるということになります。ここには FX チャンネルというのもありまして普通の使い方ではリバーブとかですねそういうリバーブを入れて先ほどもセンドエフェクトはやっていましたがこのようにリバーブソフトをインサートしましてそして 鮮度をすするとということができます今ここは LX400 の2というふうになっていますのでこのセンドは2の方のリバーブをかけるというふうにすれば2種類のリバーブでかけたりすることができるようになりますそしてチャンネルにはもちろん名前を付け替えることができます例えばこれが日本語の方が分かりやすい方はここでリバーブと打ちます このように日本語表記もできますし色もこのようにして変更できますねまだもう少しミキシングコンソールのところでも機能があったりしますがあまり複雑にならないように今日はこの辺のところで止めておきたいと思います。是非ともココンン、ンソーーールルのの特にシーンそしてこの入力コントロールなどは、 必須に勉強していただきたいことですので、ぜひともしっかり覚えてください。説明を残した高度な機能につきましては、またいつか違う動画で解説をしたいと思います。今日はご視聴ありがとうございました。はい。私も村長さんの生声、久しぶりに聞きました。まあ、たまにはこういうのもいいということで、今日は終わりたいと思います。村長スタジオでした。ありがとうございました。 ありがとうございました。